この番組は札幌を中心に活動を行うインターネット放送局 SSK ラジオ .TV 所属の双子タレント佐藤兄弟が珍道中を巻き起こすバラエティなんです。佐藤兄弟のフリーダムキーパイテレビっていいな。あんなに番組、ね、もう一本もう一本ございます。お、じゃあそっちの方はね、多分まともにまとまってんじゃないかなと思いますんで、ね、仮にもですよ、仮にも、もういろんな番組を作ってきたこう歴戦の方々ですよ何かしらちゃんと決めた形でまとめてくれてるはずですよ。はい、そう、いや、歴戦ですから。まあちょっと見てやるじゃないですか。じゃあ、また行きましょう。はい、まず、我々がやってきたのはみんなの台所、和商市場。こちらでは、道東の各所で取られた新鮮な魚介類が揃います。中でもおすすめなのがこちらの勝手丼。勝手丼ね。お刺身屋さんで好きな具材をピックアップ、お惣菜屋さんで買ったご飯にそれらを盛り付けていただきます。こちらがその勝手丼なんですけども、とても美味しかったです。素晴らしかった。時知らず、時知らず。うっそ、いいね。あ、コールマイン。他にも日本唯一の貨物専用の鉄道などを見学。最後はおなじみ釧路の鶴を見学。誕生だな。おー、誕生鶴だな。よく見たよ、我々も見てたね。そんな帰り道で一大事件が起きたのだ。ワンズチャレンジっていうですね、企画をやろうとしておりましてだ、まあ何かっていうとね、この人おしっこが近いんですって。今近いなんてもんじゃない、超危機的状況で、レンタカー屋さんまで暴行を我慢するっていうぞ、おしっこを。いや俺もなんだかんだ1時間我慢してからね駅寄れよ。ああ、あるよ、コンビニあるよ。あるだろう。チャレンジしよう。うわ、知らねえぞ、どうなっても。じゃあとりあえず俺荷物全部ほったらかしてトイレに駆け込むから、うん、いいよ、行って、無理しなくてもあるよ、コンビニ、コンビニあるよ。何言われんだよ、だからお前よ、それ行かないよ。あるよ、うがってあるよ。いやでもね、俺ね、立ってね、ガソリン入れたらアウトだと思う足プルプルして小時間見たくなっちゃう気する。ちょっと早く行きな、だから。いやでもね、ぶっちゃけるよ、今ね、怖いの、波が引いてるの。おお、いいんじゃない。引き波の後、波って怖いんだよね俺の秘密を教えてあげよう車には常に替えのパンツがいや、昔から馬が弱いから馬が落ちて常に頭の片隅に恐怖は覚えてるの。お前もおむつ履け。いやでもね、俺思うんだ、こういう風にね、何かを我慢している時ってね、人間はね、口がね、回るんだめちゃくちゃ口がコロコロ回るんだ、くるくる回るんだ黙った理由を想像してくれ嘘え、いや、大丈夫だよ、まだ大丈夫だよ、大丈夫だけど、波が来たあるからコンビニ。いやいや、入んなさいよ。右側でしょ、ちょっとあそこがきついな。入んなさいって、オートバックスでもいいから入んなさいって。そして渋滞してきたっていうね。山奥入るんだ、入れよ。もういいから入ろうや、お店トイレしようや。またほらお店なくなってきたよ、コンビニ。いや、あそこにセブンがある、セブンあるよ。よし、どうせね、ワンズチャレンジ成功したってもらえるのはコーヒー一杯だけだよ、たったのそうだよ。返却前のガソリン注入、注入しなきゃいけないものと放出しなきゃいけないものがありますが、やめて、やめて、頭をそっちに持ってきたくないんださあ、セルフでございます。スタッフ給油のがいいんじゃないの。財布どこ、財布どこ、俺の財布はどこですか、財布どこ、財布どこ。さあ、まず真っ先に絶対トイレに行くと思います、この男。トイレに行く、トイレに行くのか、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 行かないぞ。ミニアスカード、行けよだからトイレにさ行けって。
手際よく済まして車内に戻ってきた。戻ってきたぞ。この男トイレに行かずに戻ってきた。ワンズレンタカーチャレンジ成功のため命を懸けて。やかした。満タンになってない。満タンにならないと車を返すことができない。ワンズチャレンジ成功とはなりません。もう一回入れることになったぞ。この男もう一回入れるぞ。今ね超危なかったさ。気緩んだろ。店迷ってやんの。口笛を吹いてる余裕があるのか。そんな余裕でいたのか。口笛を吹く余裕があったのか。なんという衝撃の事実だ。そして全然吹けていない口笛。見てるますのでとりあえず行ってください。行きました。行きました。北正気軽やかにゴールイン。終わった。は美味しいご飯はあった海鮮のあった、あれはうまそうだなと思った。そうだった。でもこの映像の主なところは局長チャレンジいや、じゃあ局長チャレンジじゃない、子供チャレンジいや子供じゃないよね、ガキだよいや、しかもさ、ちょっと何が腹立つってさ、うん、ついたらレンタカー屋、うん、まあ、ワンズチャレンジですか、うん、成功してるじゃないですか、一応、うん、でさ、車出た瞬間私何も焦ってませんけどみたいな出てる瞬間が腹立つんだよねとりあえず行ってください。途中もないんだよ。で最後駆け足で行ったじゃんか。貫けよやる貫けよとりあえず行ってください。あ来ました。一応前演者だろこれいやもう演者じゃないからこいつら、ただプライベートビデオだから俺。あ、そうか。デート映像を流されただけ。ヨッシさん、うん、なんとか出てくれませんかいや僕はでもね、この動画を見て確信しましたよ、ね、俺いらねえだから問題はこれ、この動画って基本的にツッコミはいねえんだよひたすらボケを流し込まれてもう、おこっちどうすりゃいいのって感じなんだよ。下打ち目が見られるのはもう今回で最後です。いや、まあ最後じゃないですよ。普通に休み取れ、うまく取れたら普通に出ようかなと思いますんで、うん、就職するって大変だな。大変だよじゃあ俺も就職したらこういう感じになるのか。さあ、わかんないっすけど民間だとどうなんだろう。もういいよ、その辺はちょっと待って。いいよ、まあ、いや、あのさ番組今後考えるだろ真面目なトークしてそれはちょっとなんだろう。バラエティー、バラエティー、バラエティー、やばい。バラエティーだけどさ、お前一応コンセプト考えろよ、お前なんだよ。いや、ちょっとやめたくねえな、この番組ちょっと、もうなんか出てるだけでこんな笑えるってないぜこんなさ、もうさ、かけれなしに笑えるってないぜお前でも笑いよ、これ見て笑いよマジで。あれ？ちょっと待って。次回佐藤陽水卒業記念企画第1夜。怖かった。